にちは。和歌山大師教会のパク・ソンギュンです。今日は9月3日火曜日、リビングライフの時間です。神様は聖書の中で私たちに尊いものを、宝物を用意しておられます。それを見つけながら一日をスタートしましょう。ネヘミヤ記2章11節から20節までの御言葉です。タイトルは、慎重に準備し、使命を伝える指導者です。ネヘミヤ記2章11節から20節。こうして私はエルサレムについて、そこに3日間とどまった。ある夜、私は起きて出て行った。他に数人の者も一緒であった。しかし私は、私の神がエルサレムのためにさせようと私の心に示しておられることを誰にも告げなかった。また私自身が乗った動物の他に動物はいなかった。私は夜、谷の門を通って、竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べた。それは崩され、その門は火で焼き尽くされていた。さらに、泉の門と王の池の方へ進んで行ったが、私が乗っていた動物の通れる場所がなかった。夜のうちに、流れを登って行って、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻った。代表者たちは、私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたかを知らなかった。ユダヤ人にも、祭司たちにも、有力者たちにも、代表者たちにも、その他工事をする者たちにも、その時まで私は何も告げていなかった。私は彼らに言った。私たちが直面している困難は見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままだ。さあ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上、屈辱を受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が言った言葉を彼らに告げた。すると彼らは、さあ再建に取りかかろうと言って、この良い仕事に着手した。ところがホロン人サンバラテとアンモン人で、その部下のトビア、およびアラブ人ゲシェムは、これを聞いて私たちをあざけり、蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？私は彼らに言葉を返していった。天の神、ご自身が私たちを成功させてくださる。それで、そのしもべである私たちは、再建に取り掛かっているのだ。あなた方には、エルサレムのうちに何の取り分も、権利も、ゆかりもない。聖書は私たちに宝物をたくさん用意してくださっておられます。まあ、神様が用意しておられるものなんですね。私は牧師になってから本当に説教準備が大変であって、まあ時間が結構かかったわけなんですね。でも聖書の中で一つ一つ宝物があるということを、まあ発見してからとても嬉しくなる。まあ箴言の2章の4節から5節の言葉でありますけど、新教大学の銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探しなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。
神を知るというところに到達する。つまり神様が私たちをいかに愛しておられる、いかに私たちのことを心に留めておられるかということを知るようになるんですね。まあもちろん御子であるイエス様の十字架の愛も、また死んで葬られ、まあ蘇られるという大きな恵みも、一つ一つ神の心、我々に対する神様の心を知るようになるんだ。それを宝物を探すように、またそれを宝物を見出したときに、どれほど私たちは喜んでいるかなんです。まあ本当に神様は私たちを見るときに、生活の現場でまた一日一日始めているその生活において、本当に神の真理、神の優しさ、神様の励まし、神様の慰めを私たちが本当に触れてから、神様ありがとうという告白ができるという宝物を見出したときに、神はいかに喜んでおられるんでしょうか。我々も喜ぶんじゃありませんか。ですね、今日ネヘミヤ記を準備をしながら本当に良いことをしようとしたとしても、慎重さが必要であるし、また反対の妨害をする、それに協力しない、まあそういう人々がいるということを知るということもとても大きな知恵かなと思うんですね。また協力し合って物を進めていくことの大切さを私たちは宝物として学ぶことができると思います。まあそれを一つ一つ見つけ出すこと、まあそのことを神様は、私は本当にあなたたちが生活の現場でその宝物、お互いに協力し合ってまた物を進めていく時の喜びを見つけ出してほしいんだということを私たちに語っているような気がするんですね。ネヘミヤがエルサレムに到着をしてみたら本当に廃墟なんです。何にもないんです。城壁は崩れていて、その門は焼き尽くされている状況なんです。それを目の当たりにしたときにどれほど心が痛んだんでしょうか。まあ、11節の言葉を見ましょうか。こうして私はエルサレムに着いて、そこに3日間とどまった。ある夜、私は起きて出ていた。他に数人の者も一緒であった。しかし私は、私の神がエルサレムのためにさせようと、私の心に示しておられることを誰にも告げなかった。また私自身が乗った動物の他に、動物はいなかった。もう何にもない状況ということを示すわけなんです。でも慎重さも示すわけなんですね。16節の言葉なんです。代表たちは私がどこへ行って行ったか、また私が何をしていたかを知らなかった。ユダヤ人にも、祭司たちにも、有力者たちにも、代表者たちにも、その他工事をする者たちにも、その時まで私は何も告げていなかった。17節の言葉から18節の言葉。ここで私は同じ時期で律法を教えるために先に来られたエズラが、とても心崩れている、落ち込んでいるエズラが、このネヘミヤの言葉を聞いて、どれほど励まされたのかをですね、見ることができる場面なんです。17節。私は彼らに言った。私が直面している困難は見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままだ。さあ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしよう。18。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、またペルシアの王が言った言葉を彼らに告げた。すると彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手したと。これすごくありませんか？エズラと、その、まあ、本当に律法を教えることによって、異邦の妻とその子供たちを追い出した結果、このエルサレム城というものが崩れて、火に、まあ、焼かれてしまう。大変な状況だったわけなんですね。そこでまた、行政家である、政治家である、また総督として、
いろんな材料を持って、その崩れている神の御名があるエルサレムを再建しようということを民と一緒にして、こう弟子でこう話を持ち上げていくわけなんです。私はその話をエズラが聞いたときにどれほど慰められ、また私はもう一回神の律法、神の言葉をイスラエルの民に教育をさせよう、その心に留めさせようというもう一回力を得たんじゃないかなと思うんですね。ところがですね、19節を見ますと反対する人も必ずいるんですね。ところがホロン人サンバラテとアンモン人でその部下のトビアおよびアラブ人ゲシエムはこれを聞いて私たちをあざけり蔑んでいた。お前たちの知っているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。まあこのように反対の意見を出すわけなんですね。だから首都綿密にネヘミヤは王様から勅令のような手紙のことを持ってそれを民たちに告げるわけなんです。当時全世界のほぼですね、127国を支配していたペルシアの王の手紙でありますので、そこに力があったわけなんですね。20節のところを見ましょう。断じてネヘミヤがこう言うんですね。私は彼らに言葉を返していた。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。神に対する固く立っておる信仰なんですよ。神様が必ずこのエルサレム神殿、この崩れている城壁を再建することを必ず成功させてくださるという。どうしてそんな告白できるんでしょうか。彼はフェルシアからお祈りを捧げながら、また王の許可を得て、材料を持って、またその地方を通過する、その手紙をいただいて、ここまで来ておりますので、また主の支えによって、このエルサレム城壁を再建するということはできるんだ。神様がそう成し遂げてくださるんだ。本当にそうなるんですね。52日目で城壁を再建するようになるわけなんです。その後半どころ、あなた方はエルサレムのうちに何の取り分も権利もゆかりもない。確かにそうなんです。サマリアのを支配していたサンバラタとトビアというものは、そのサマリアの地域の総督、その管理人なんですね。だからこのように断じて神ご自身がそのように成し遂げてくださる。今日メッセージをいただきながら、我々はここまで導いてくださって、支えてくださって、また神のところに引き寄せてくださったそのキリストの恵みが私たちに注がれているわけなんですよ。その神が今日一日私たちを支えてくださるし、励ましてくださるし、本当にやるべきものがあり、そしてそれが自分がやれるものであるならば、神は必ず助けを通して、神ご自身の力を注いでくださって、私たちをできるように、またその技に携わらせてくださるからなんです。その神を信じて、今日一日をスタートしましょう。私たちは神様の息子、娘であります。同時に神様の弟子なんですね。弟子は師匠の言葉をに聞き従うものなんです。私たちはキリストの弟子として、キリストの言葉を聞き従っていくものなんです。その時に神様は生活の現場において私たちを支えてくださるし、またそのお祈りを応答してくださる。また一つ一つ成し遂げてくださることを確認しながら、神ご自身がそばにおられて、インマヌエルの神様として助けてくださることを確認できるんじゃありませんか。もちろん、多くのことを行っているときに失敗も確かにあると思うんです。でもその失敗も無駄にさせない方が、私たちが信じている神ではありませんか。失敗を恐れず、
神を信じて一日を過ごしていく、そして神の助けと支えを確認しながら夜その神を褒めたたえる私たちになればいいかなと思います。祈ります。神様、感謝いたします。あなたは確かに私たちを自分の子供、息子娘にしてくださっております。また信じる私たちを弟子に強くさせてくださるお方であります。日頃の生活の中で祈りを通して御言葉を持って、また私たちに与えられたその生活の現場で主よ、我々を用いてくださり励ましてくださることを切に願います。イエス様、神の働きを見るあなたの弟子となるように助け導いてください。すべてのことをあなたに委ねて感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。